はい、どうも、コミです。さて、本日はこちら TH コンプリターさんから動画をお届けしたいというふうに思います。で、今日のですね、テーマは、区画破壊のテクニックというところに関して、お話をしていてというふうに思うんですが、自分のこの動画のチャンネルですね、基本的にクラン対戦の解説動画中心にやっております。皆さんが対戦でうまく全開取れないとか、そういう悩みをね、持ってらっしゃった場合、そのヒントになるようにですね、動画をお届けできればというふうに思ってますので、ぜひ最後までご覧いただきまして、いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。というところでですね、まず、早速動画の方にね、アタックの方に行ってみたいと思うんですが、今日ちょっとね、見てもらうのはなかなかすごい、区画の破壊だなっていうのがあって、これですね、一発目からちょっとね、衝撃的なやつを見てもらおうと思います。ミダゴグさんがやっているこのね、オデヒーからの突撃艦スパビズの削りが半端ないなっていう。基本的にオデヒーって、時間かかるんですよね。で、時間がかかるもんだから、それと、突撃艦スパビスって、今まで僕、あんまり相性良くないと思ったんですよ。なんですけど、ここね、オデヒーで壊しながら、こっち側を、スパビスで壊すっていう、そういう、連携プレイをするわけですね。突撃艦スパビスを使うときに、グランドウォーデンが、なんていうのかな、突撃艦スパビスで削った手前側っていうんですか。ここをスパビスで削ったとしたら、もう手前側をこう削ることができれば、ものすごい深いカットができるじゃないですか、こういう風に。で、これを実現してるのがね、この今のアタックなんですけども、ちょっとね、多分ね、これミスだと思うんですよね。オデヒーがスパビスの方にこう、釣られちゃってるんですよ。だいぶこれはね、ミスがでかいと思う。なんだけど、逆にそのミスを逆手にとって、これですね、ここでトーム使っていくんですね。スパビスに。これ多分、とっさのトームだと思うんだけど。そうすることによって、相手の遠ずきから、インフェルノから、イーグル砲から、もう片っ端から全部投げ倒しちゃって、残ってんのはもう、タウンホールだけみたいな感じになっちゃうんですね。で、オデヒーはオデヒーで、ここから、ターゲット、クロスボーンのターゲットを取りながら、延々と、これですね、上の側を削り続けるんですよね。この削りもまあなかなか結構地味にいい仕事をしてると思うんですけど。で、タウンホールに向かっていくのは、ゴレ、ネクロですね。で、このゴレネクロっていうのがまた良くって、この形を作った場合って、なんていうの、ゴレとネクロでそんなにですよ。そんなに、グランドウォーデンの、エナジーサークルっていうのかな、この光の輪の恩恵受けるようなタイプではないんですよね。なので、この上側に関してはオデヒーでがっつり削って、で、下側を、ネクロマンサー、部隊で削るっていう形を作っていくっていう、まあ、それがですね、多分今回、ミネコグさんが、やったこのアタックの大まかな流れになると思うんですが、まあ、でもね、正直思いますけど、おそらく、グランドウォーデンはここを削って、で、突撃艦サービスで奥を削って、で、おでんはこっちの、ね、タンホール側にスイッチしてこう動いていくような流れっていうのも見ていたんじゃないかなというふうに思います。おそらくですね。で、グランドオーデンのエタナルトームがないと、なんだ、タンホールに対してネクロマンサーたちが絶対やられちゃうんですよね。ポイズンダメージで。だからそういうふうになってしまうっていうことを、分かっているのに、グランドオーデンがついてないってことはありえないので、多分これミスだと思うんですけども、ただですね、使い方によってはこれすごくいいなって思っていて、がっつりね、この上の方とか、だから、グランドウォーデンがスパビンにつけば、このぐらいの区画をガンガン削っちゃうことができるわけですよね。これ、意図的にうまいこと使えば、例えば、ユニコーンつけてヒーラー1、2体つけて、で、突撃艦スパビンにおでんをね、こうつけるとかいうことができちゃえば、結構、その、区画の破壊っていう意味では伸びるかもしれないし、まあ、あと今回のミダコグさんがおそらくやりたかった、グランドウォーデンがスーパービザードにこう、つかないパターン。っていうのもすごく面白いですよね。これをすることによって、この今の相手の村の、この部分、まあ、ここがね、だいぶちょっと弱点すぎる、弱点すぎるんですけども、ここプラスこっち側グランドウォーデンで削って、がっつり深く削りを入れた上で、グランドウォーデンに関しては、タウンホール側に、ネクロマンサーたちと一緒に、こうヒーローたちと、このヒーローと一緒にね、こうね、行くという格好を作るっていうパターンもありですよね。なんか中華式とかにも応用がなんかできそうな、気がする。そんな、区画の破壊のテクニックなのかなっていう風な気がしました。で、1本目ですね。いやー、すごかったなっていう感じなんですけど、で、もう1個ですね、結構、ケイスケさんが動画でご紹介もされていて、で、使ってる方も意外と多いんじゃないかな。でも難しいパターンですね、これ。要は、この突撃艦の中にスーパーアーチャーを入れておくパターンですね。落として、ちょっとインビジマって中に入っている、なんだ、あいつら、ババリアンとか、ババリアン、バーバリアンとか、その辺もですね、こう一回、やられるのを待ってから、
レイジクローン、さらに、インビジの呪文連発でこう落としていって、もう圧倒的にこの区画を削るんですね。で、この、スーパーアーチャーのいいところって、2つ大きくあるかなと思っていて、まず1個は、この、インビジの輪の中からなかなか出ないんですよね。動かない、射程が長いんで、なかなか動かないっていうのが1個。あともう1個は、今回、タウンホールがこの壁に隣接してましたけども、スーパーアーチャーだったら壁に隣接しなくても壊せるんですよね。ただ、こういうところと離れてるじゃないですか。ちょっとこれは言い過ぎかな。2マスとか離れていると、突撃艦スパビザとなかなかね、そこ、なかなかっていうか、基本的にもうスパビザとターゲット取ってくんないんですよね。壁から2マス離れていると、タウンホールが。それを、スーパーアーチャーであれば、ちゃんと、タウンホールをターゲット取って壊してくれるっていう点において、今回のこの、相手の村っていうのは別に、スパーチャーじゃなくてもタウンホール壊せましたけども、タウンホールをスパビズ、スパビズか。スパビズじゃなくても壊せましたけども、スパビズでタウンホール壊せないぐらいの距離感にあるような施設の場合には、スパーチだったらそれ壊せるっていうね、そこの利点は結構大きいんじゃないかなって思います。まあ、なので、スパビズ使える人は、スパーチャーのパターンっていうのも使えるようになっていくと、まあ、割と、勝手が効くのかなっていうふうにちょっと思ったりっていう感じですかね。で、今回、四季王さん、これラバルにしてますけども、ドラゴンラッシュにするパターンも結構やられてますね。最近、この四季王さん、この攻めでよく、やってるなっていう印象があるんですけども、ドラゴンラッシュ、まあ、ドラバルで行くか、ないしはラバルで行くかってところですね。まあ、今回のこれ、タウンホールではないな、村のど真ん中にマルチインフェがあったんで、なんとなくですね、ここは、ドラゴンでも良かったんじゃないかなっていう気がしなくもないんですけどね。まあ、何か意味があって、これは、ラバルを選んだのかな。ちょっとそこら辺は、自分も定かではちょっとないですね。ただ、このまま、ロイヤルチャンピオンがしっかりですね、ホーミングシード、能力残した状態で、アイスゴーレムをこれ、シングルインフェに当てていきますね。当てていって、ターゲットを取っておいてからのロイヤルチャンピオンで仕留めていくという感じですね。最後まで落ち着いてますね。すごく安定してるなという感じです。まあ、バルーン全部落ちはしましたけども、最後のこのアイスゴーレムが残ってたのが大きかったですかね。まあ、残っていなかったら、どうだろうな、いなかったらやっぱさすがにガーゴールの集団じゃ倒しきれなかったかな、ちょっとわかんないですけどね。まあでもいけたかもしれないですね。テスラとか残ったその細かい防衛を、ホーミングシールドでこうバーンと全部処理できたんで、そこができてくればいけるかもしれないなっていう気はしますね。で、ですね、もう一個は、今終わったばかりの前回の摩天楼さんとの対戦ですね。ちょっとこれ、まあ、日本戦なのでね、あんまりね、村をガンガンこう開いて見てもらうっていうのもちょっとなって気がするので、一本だけちょっと出させてもらいます。前回ラッシュさんすいません。で、もう一個区画を破壊するテクニックとして重要なのは、当然これですね。突撃艦ライドラバルーン、クローンレイジ、まあ、俗に言う赤根式ってやつですね。クローンレイジ、突撃艦破裂、手動で破裂させますね。で、これのポイントはやっぱり、これエアスリーパーが、この、クローンレイジをする場所に向いてないってことですね、これ。これが向いていると、バルーンもライドラも全部そのエアスイーパーで弾き戻されちゃって、もう全然機能しなくなっちゃうんで、これだけは絶対に、この赤根式をやる場合には気をつけておいた方がいいポイントですが、気をつけないと、それを気をつけずにやっちゃいけないと言ってもいいぐらい、もう決定的なあのポイントになってると思います。で、その後は、今回でしたらこの6時側ですね、ここを、あ、ごめんなさい、これ削ってから、その削ったところをうまく利用して、ドラゴンたちをこう流してるわけですね。こんな風にドラゴン。いいんだったな。ドラゴンたちをこう流していく。で、ヒーローたちに関しては、外周側をこう流していく感じですね。な感じで。やっぱりヒーロー、ババキンと、クイーンが外周をこう歩いてくれて、ドラゴンたちがちゃんと中心部に向かうこのルート設計っていうのが、できないとこのドラゴン攻めはうまくいかないんですが、ロイヤルチャンピオンも今ここから出てきましたね。出てきて、しっかりですね、12時側から、3時側に向けて、カットをしていくことによって、ドラゴンたちがさらにこう、中心部に入っていったドラゴンが、そのまま3時側にこう抜けていくような、まあ、そういうルート作りを意識していますね。で、このタイミングで、まだババキンたちが生き残っているっていうのがすごく大きいんですね。これ、偶然というか、前回取るパターンでは大体生き残るのが、常というか、よくあるパターンかなと思っています。結構ですね、前自分が言われて、ああ、すげえな、それ、名言ですね、と思ったんですけど、ドラバルとかをする場合っていうのは、主役はヒーローかもしれないと、影の主役はですね、こいつらがドラゴンたちが仮に全滅しても最後、踏ん張って全開まで持ってってくれるっていうパターンが結構多いので、序盤に、ヒーローがやられちゃうと、まあ、つまりババキンとクイーンですね、がやられちゃうと、ドラゴンたちが、例えばこっちが出したドラゴンがこう、どちらかっちゃうんですよね、こういう風に。
なんでもう当然全開まではいかないし、逆に生き残っていれば中に入っていって、この辺で全部おだぶつになったとしても、こういう風にね、おだぶつになったとしても、おだぶつドクロマーク下手くそですね、おだぶつになったとしても、このままヒーローたちが回り込んでいって、ぐるっとこうね全カメで持っていく、まさに今のパターンですね。こんな風になってくれるっていうのがあるかなというふうに思います。でですね、ラスト1本ね、見ていきたいと思うのは、ちょっとですね、今回は失敗パターンも見ていきたいかなというふうに思っています。で、これミダゴケさんの失敗パターンかな、ごめんなさい、ちょっと使わせてもらおうかなと思っても、はい、こんな感じですね。いや結構ですね、スパリズを使った後のこのドラバルってなかなかよく見かける方法ではあるんですが、やっぱりね、必ず万能ってわけではないですね。今回みたいなこういう、リング型回廊廃止と言われるものにはすごく刺さりやすいは刺さりやすいんですけども、ここで落としますね。で、はい、これポンと今、スパビズに対してインビジを送りましたが、ちょっとこれね、ギリギリ遅れそうでしたね。今なんとかちょっとだけ残ってるけども、これわかりますかね、この火力がすっげー低いんですよね。でこうなっちゃうと苦しいです。今1体しかスパビズがいないですよね。こんな風になっちゃうんですね。スパビズに対するインビジって落とすタイミングが今みたいに、今わかりましたかね、ちょっとこれ本当に一瞬だったと思うんですよ。ほんの一瞬、この一瞬の落とし遅れでスパビズがいなくなっちゃうっていう、まあ、そういうね、結構リスクもあるんで、そこは本当要注意ですね。で、ミダゴグさん、この突撃艦スパイズめちゃくちゃ上手い方で、さっきも1本目見てもらっても分かりますよね。あんな風に、多少ミダゴの臨機応変に対応できてしまう、すごい技術を持った方ですら、うっかりね、うまくタップができないってことが起こると、手動で落として、そこに、はい、これ、インビジが落ちない。これなんですね。今のマルチインフェにぐぐぐっと焼かれたの分かりましたかね、これに。焼かれまくっちゃって、で、そのまま、スパイズが1体になっちゃうと、いくらレイジンがかかっていても全然削れないんですよ。やっぱね、4体、ないし、まあ、最低3体ぐらいはいないと、機能しないので、これきついですね。タンホールが残っちゃうんで、やっぱり最後全開まで伸びないというパターンになるかなという。ね。というわけで、やっぱね、区画を破壊する上で、今日3つ紹介しました。突撃艦スパイズ、あと、突撃艦スーパーアーチャーですね。で、最後、突撃艦に対する、ライドラバルーン、まあ、赤錦ですね。で、運用する、その、なんだかな、やり方の面で、難易度が一番低いのは、一番最後見てもらったら赤錦のパターンですね。あれが一番低いと思います。で、次に低いのは、今、見てもらってる、この、突撃艦スパビスのパターンですね。これも、スーパーアーチャーに比べれば、おそらく、難易度はそんな高くないかなと思います。っていうのはね、慣れなんですよね。慣れ、スパーちゃんの場合って、また多分ね、使ってる人が少ないっていうのもあって、少しな、多分ね、慣れてる人がいないと思う。だから、参考にできる動画とかも多分あんま多くないと思うんですね。そういった意味で、自力でそこを全部、習得していこうと思ったら、少しまあ難しさがあるかなという気がするっていうところですかね。ただまあ、使いこなせてしまえば、その動画中にも言いましたけども、ずっとその、なんていうかな、決まったエリアからスパーチャって動かないし、さらには、タンホールが本来スーパーウィザードでは射抜けない距離感ですね、壁から2マス奥にあったとしても、スーパーチャ射抜いてくれますので、まあ、そこの違いによって得られる戦果っていうのはすごく大きくなるっていうのはあると思います。なので、その、2つ、3つかな、3つですね、自分のその、まあ、あと何をしたいかですね。まあ、ドラバルをするんだったら、まあ、赤錦っていう選択肢はあるし、まあ、陸をするんだったら、スパーチャ、スパビス系の攻めになってきますよね。で、その上で、あと、修練度と、こう、うまいこと、照らし合わせてみて、どれを使おうかというのを、まあ、本番ではやってもらったらいいと思うし、フレチャーをする上ではですね、まあ、いろんな、パターンっていうのも試してみながら、まあ、自分にはこれが向いてるなとか、向いてないなとか、いうところをですね、こう見極めてもらえたらいいかなというふうに思います。ぜひね、このタンホール14をする上で、この区画を序盤に破壊できて、かつタンホールまで壊せちゃう場合もあるっていう、この序盤の入り方はすごく、アドバンテージが大きい、後々ですね、攻めがすごく楽になるパターンを作れるので、ぜひですね、参考にしてもらえたらというふうに思います。はい、というところでですね、本日は区画破壊のテクニック3つ、話をさせていただきました。1本目のね、スーパービザードに関しては、グランドボーデンがついたパターンになってましたけども、
あれ、グランドホールディングつけなくても当然戦果は上がります。今、ミダゴグさんが狙っていたこれですね。タウンホールとその周辺にある投石とか、こういうところをガツンと削るには、まあ別に、グランドホールディングいる必要はないので、まあそういうパターン。プラス、まあいるパターンっていうのも結構可能性はあるかなというところで、まあそれも含めたら合計4つですかね、話をさせていただきましたが、もしこれ参考になったということであれば、ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また、これからもですね、タウンホール12から14の動画幅広くやっていきますので、ぜひ、ご視聴いただけたら幸いです。というところで本日の動画を終わりにしたいというふうに思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。